さっきと同じ映像だよね。いいよ一時停止なんて。何？あれ？一時停止できない。え？学校が開校してすぐに生徒たちにいじめられて、3階の女子トイレで首をつった女性教師の幽霊で、苦しんだ手がドアを掴んでいたみたいで、プールの更衣室のシャワーが勝手に出たり、2階の渡り廊下の窓に人の顔が映ってたり、あとそれから屋上から飛び降りた女子生徒の例の、ここ立花さん、これ一体どういうことよ。春菜の中学の映像ってこれ全部分かってて集めたの。いやいや、あの私さっきから言おうとしてたんですけど、全部見たとどうなってるの。今度は何ですか。止めてください。ああ、まだ先生のとこついてない。バカか、なんだよそれ。実はこのビデオを撮った生徒が体を壊して、正確には頭、今は入院してるの。北川、ここもうちょい行ける？あ、はい、大丈夫です。ああ、その辺何か。いや、これだったら何もしなくても水の上に立ってるように見えるな。そうでしょう。正体見たり枯れ尾花ですよね。殺をした女生徒の霊がうろついてるって。実はその女の幽霊は当時の部長に振られた女生徒の霊だと言われてるんです。その霊が屋上をうろついて悪霊を呼び寄せているなんてバカバカしい。見た場所はここで全部見たんだよ。もう帰ろう。やめとけって。だって調べないと。北川さん。北川。北川。岡崎先生だ。はい。
もしもし、何ですか。先生怪我をされたんでよかった。いや、実は北川がどうしたんですか。意識不明。北川が車を走らせていて意識不明。先生は北川と一緒にいたんです、はい、病院ですか。病院にいる。急いで車を走らせて事故った。おいおい、まだ続きがある。え、続き、何なんだよこれ。なんだこれ。こんなこといつの間に撮ったんだ。出しては合ってる。彼らの世界こそ真実だったんだ。そのカメラには優子の頭が地面に激突する瞬間が映って信じられないようなおぞましいものが映ったらしい。ねえ、春菜ちゃんやめてよ。やめろ、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 やめろ。不足しただろう。タイヤプラシです。なったことだからさ。だって北川さんは一生後遺症が残るらしいし、岡崎先生もまだ退院できてないんですよ。それに桑田さんは怪我が治ったはずなのに連絡がつく。もしもし。あ、岡崎先生、具合はいかがですか。上映を中止しないと上映を映画が呪われてる。それって何これ。この時に映ってたの指だけだって。どうしたんですか。おい、おい、何だったんだぞ。はい、時と違う。立花さん、なんだこれ。立花さん、説明できるはず。ね、ハハ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 ハ
なんでもないです。帰りましょう。